ちらは NEXCO 東日本です。午後4時30分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめ7号小松原線上り方向の情報です。4号新宿線高井戸を先頭に錦糸町の手前まで20キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて外環を三郷方面へ向かわれる方にお知らせします。市川北インターを先頭に中央ジャンクション付近まで2キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き県営道路木更津方面へ走行中の方にお知らせします。船橋インターの先10キロポスト付近を先頭に交通集中のため渋滞しています。